曲が2つあるんですよ。でもう一つ、あの虹に向かってパルマという曲があるんですが、これもあの福田真一さん、今日のソリストは5月にあのキューバのハバナで国際ギターフェスティバルというのがあるんですけれども、そちらで演奏してるんですって。まあ、ギター競争曲っていうよりはあのどちらかというとギターの入っているオーケストラ曲、まあ、僕にとってはやっぱりあのちょうどフルーティストがあのドビッシーの牧神の午後への前奏曲、あれはまあフルートコンチェルトのような気分でこう演奏しますよね。そういう感じでこの曲をまあ捉えてますけどね。外国のインタビューでも一番好きな楽器はって言ってもちろんギターですよってことをおっしゃってましたんで、このフルートの独奏曲が一番最後の作品ですけど、森の中でっていうギター曲、まあ、3つの商品なんですけど、これ最後の方にあの書かれてます。一度カザズホールで竹光さんの作品を、この時あのちょうどキューバのレオ・ブローウェルっていう作曲家が来日してまして、彼と一緒に、客席に竹光さんとそのブローウェルさんと2人いらっしゃって、それでまあお二方の曲を僕が演奏するっていう会が一度あったんですけども、住んだ後レストランでは大変 大騒ぎになりまして、なかなか、冗談を、随分あの厳しいお顔立ちの方なので、あのこうそばに近寄りがたいっていうか、そういう人が多いんですけれども、実際にあのそういう席では本当にこう羽目を外されるっていうか、非常にフランクであの付き合いやすいっていうか、その親しみやすい方でしたね。
ー